ハローミリタリー、ワイパーの中村です。中村戸高コンビやってきました、ミリタリーウェアハウス、はい、今回ですね、約20パレット。今回のビニューはやばいですよ。言っておきますけど、再入荷、新ネタ、新ネタの方が圧倒的に多いんですけど、もうラインナップがやばいです、マジで。ちょっとめちゃくちゃ楽しみなんです、本当に。さっき軽く見ましたけど、えみたいな感じのスペシャルなアイテムも入ってるんで、めちゃくちゃ楽しみにしてください。ハードル上げて全然問題ない内容なんで、行ってみます。第1発目は米軍の51グルパンツです。これもですね、今うちで言うとシャープ1シャープ2って分けてるんですけど、はい、何が違うかって言ったら、このバックポケットのこの切り込みかフラップかどっちかで分けてるだけなんです。他のディテールは大体一緒です。ただこれ今サイズ見たら、スモールの、あ、ショートの XS っていう、まあ、レディースに最適なサイズもあったりとかして、おそらくユーズドデッドミックスになってると思うので、まあ、検品して、こちらも検品サイズ結構あると思うのでお届けしたいと思います。はい、続きましてこちらですね。こちらももう名作、スウェーデンの M59 コートです。これもこのワンパレ全部そうですからね。もうなんか当たり前のように紹介することに慣れちゃってますけど、これ絶対間違いなくもう数年後には希少価値が高くて金額も上がってなかなか手に入らないものになってます。今回おそらくユーズドに なってますね、見る限り。はい、まあ、これの大きな特徴はこのポケット、マチ付きのかなり大きなポケットです。バッグいらないんじゃないかなと思うぐらいのポケットと、ライナーが取り外せます。でライナーだけでも着ることもできる可愛いデザインなので、マイサイズがあったらぜひご検討ください。はい、はい、来ましたよ。これじゃらん、これはオランダのヘリンボーンツールのジャケットなんです。はい、でしかも見てください、これこのタグ、この、ね、ダブルフェイスで散々言ってきましたけど、この河川のナイロンのこのタグは古いですね。年代としては相当古いものになっているので、まあ、これは70年代になってますけど、はい、まあ、それでもこの味、ヘリンボーンの。うちで言うとね、これリメイクのベストしかなくて、ちゃんとこうリメイク前のこの袖がついた状態のものはずっと入荷してなかったんですよ。そしたら今回まとまった数、見てください、この2パレ分全部そうですよ。これがですね、この形なんとなく自分の中では米軍のヘリンボーンといえば M43 の形に似てるんですよ。これ珍しくオランダではちょっと米軍寄りのデザインのディテールが強い。だからもうシャツジャケットです、ザ定番の、はい、まあ、これのいいとこはやっぱこのヘリンボーンツールでしょ。この経年変化の、はい、散々言ってきましたけどね、他のアイテムでもドイツのブルーワークとかでもあるんですけど、で見る限り結構タグが好みのこっちのタグの古いタグのものが多いので、はい、年代的に古いものが多いと思います。これはやばいですよ。まあ、これぜひ後でちょっとスタイル提案させてもらいたいですね、はい、オランダのヘリンボーンツールのジャケット覚えててください、やばいです。そしてこれはですね、来ました、久しぶりに見ました、フランスのリネンといえばという有名なフランス海軍のリネンショーツです。これ、はい、これはだいぶもう何年ぐらいだろうな、うちずっと入荷してなくて久しぶりに見ましたよ。これリネン 100% のフランス海軍が、まあおそらく夏に履く用に作ってるショーツでしょう、うん、フレンチヴィンテージと言っていい名作じゃないですかね、これは、はい、これいいサイズがあればね、これめちゃくちゃいいんじゃないですか。これ急いでちょっと検品して2か、ちょっと大きめですか、ね、そうですね、いや多分これあれですよ、ちょっとオーバーサイズぐらいで履いて、多分中村だとここちょうどこのステッチの幅が広いんで1回ロールアップして履くと裾の形も綺麗に固定されるんで、可愛いシルエットになると思います。このオランダ HBT からフレンチリネンショーツやばいっす、これ。はい、続きましてこちらですね、こちらも新ネタになります。もうこのタグで分かりますよね、スウェーデン軍ですね、スウェーデン軍のウールのジャケットになります、はい、こちら初めて見ました。まあ、ただこのゴールドのボタンといい、このダブルの仕様といい、まあ、おそらく清掃着というかパレードとかそういった時に着るやつでしょう。まあさすがスウェーデン、しっかりしてますね。なんか一見ピーコートみたいな雰囲気で着れそうなやつですね、はい、アンカーにやっぱこの3クラウンのロゴが3つ入ってます。でまあダーツも入ってるんで、多分おそらくちょっと絞って綺麗に着れるんじゃないですかね、うん、見る感じまあユーズドでしょうけど、ちょっと状態はいいかもしれませんけど、いいですね、お楽しみに、はい、そして次このまま行きます、うん、この流れで来ると同じスウェーデンのセットアップかなと思ったんですけど、これは違います。はい、このタグ見たら分かると思います。はい、フランス軍ですね、はい、フランス軍のウールパンツ
でサイドラインが入っているので、おそらくこれは音楽隊とかそっち系じゃないですかね。あ、はい、このシルエットといいディテールといい、まあ、けど可愛いです。これもしっかりしたウールなんで、これもこの年代というかタグ見る限り古いでしょう。50年代とか521のあのタグにすごい近い質感と雰囲気なんで、50年60年とか古いものだと思います。こういうのもね、あの裾をきれいに合わせて履くと、ちょっときれいめのスタイルとかに合わせやすい、ローファーとか合わせたらね、バチッと決まるやつじゃないですかね。はい、はい、来ました。懐かしいですこれ。あの見てください、今アーミートレーニング T シャツ着てますけど、同じくアーミーのスウェットパーカーです。これね、はい、もうザ・ミリタリーパーカーだと思うんですよ、このジップアップの、うん、けどこれもう本当にずっと見てなかったです。うちもずっと前から完売で、もう古い商品ページのまんまだったんですけど、はい、まあ、今回あの見る限りユーズドですけど、はい、久しぶりに入荷することができました。やっぱいいっすね、このザ・ド定番ですけど、うん、前ご覧の通りちょっとシミが強かったりとか汚れ強いものもあると思うので、まあ、それは検品でリジェクトだったりとかランクつけて分けてお届けすると思いますけど、はい、やっぱりねこのデザイン懐かしいっすよ。ちょっと今ほらジッパー開きましたね。これでラージ感で、まあおそらくコントラクターがソフィーのやつだったりとかいろいろとあると思います。でさっき見たらちょっとパーカーだけじゃなくて、なんとなんとスウェットパンツも入ってました。はい、これ嬉しい誤算です。このパーカーのセットアップでパンツも何本か一緒に入ってるみたいですね。はい、懐かしい方も多いんじゃないですかね。しかもだいたいちっちゃいサイズなんですけど、結構大きめのサイズが入ってる気がします。今回ラージ、これラージですからね。しかも、はい、久しぶりに見たらやっぱいいっすねこれ。アーミーのスウェットパーカー覚えててください。はい、そして次がすごいっす。これちょっとジャニーズの衣装かなと思うこの光沢、輝きを放ってます。これ完全に新ネタで、私も初見です。そうですね、これすごいんですよ。さっきちらっと見たし、でも本当に全然見たことがなくて、これでなんだか分かる人いたらマジですごいですね。鉄人と呼ばせてください。ね、これはあの米海軍 US ネイビーのサマージャンパーなんですよ。はい、でプルオーバーのかぶりで、このなんだろうな、サテンのような光沢。うん、で面白いのが、面白いというかタグを見たらですね、タグがめっちゃ綺麗に入ってて、コントラクトもこんな感じで、ほら US ネイビージャンパー、はい、フライトデッキサマー書いてあるんですよ。そうですね、すごいなと思って。タグが綺麗です、ね、めっちゃ綺麗なんですよ。だからおそらくデッドなんじゃないかなと思って、保管汚れ等で、まあ、若干のあれはありますけども、いいサイズあればちょっとこれも着てみたいと思います。はい、はい、これお楽しみに。はい、続きましてこちら、もうこちらもすごいです。これ今ね200点以上は入ってるんですけど、これがなんとですよ、51ジャケットの山です。はい、すごくないですか。すごいですね、65を飛び越えて51がこんな枚数入ってるって、すごい。これはないですよ、なかなか。しかもね、ちょっと今撮ったらスモール XS のレギュラーという中村にいいサイズが早速1枚ありまして、ありましたね。アルミジップでこの雰囲気ですよ。タグも綺麗にまだ残ってますからね。めちゃめちゃ渋いですよね。いや51はもうオツですね。こっちのタグも綺麗に残ってますね。やばくないですかこれ。いやいいな、このコットンサテンの、このサテン生地ですよ、この色の抜け感といい、やばいですこれ。しかもこれには43もちょっと混じってる可能性があるんです。はい、だから51ジャケットメインですけど、43もまあ少量だと思いますけど入ってるんで、あの43ってあのヘリンボンのね、はい、さっきのオランダの HBT の時に出した代名詞的な HBT ジャケットの名作です。それもこの山の中に入ってるかもしれないので、はい、お楽しみに。はい、ここからウール3連チャン行くんですけど、やばいっす。まず1本目こちらです。これはね、最初見た時マジどの軍かさえ当てれなかったです。これオランダ軍のバトルドレスウールパンツなんですね。はい、ただこのねディテール見た時に間違いなくイギリスかなと思っちゃって、これ分かる方多いんじゃないですかね。 P1960 みたいなこのポケットの配置が、はい、で裾がフランスの M47 みたいな。そうですね、そうなんですよ。ちょっとまたこれもオランダらしからぬディテールなんですよ。さっきの HBT ジャケットといい、ちょっと他国のディテールがあの色濃く反映されてます。はい、でこれもやはりタグを見る限り年代がかなり古いですね。はい、これで60年代のものですし、で他のも見たんですけど、まあ、これもねタグだけでなんとなく分かっちゃう、この絶対古いなっていう、これ、うん、こちらもですね、はい、いいですねこれ。このディテールはやっぱイギリス
ポクかつフランスのディテールも入ってる。でサイドのハンドポケットもちゃんとついてますからね、はい、これはいいんじゃないですかね。初見です、なかなか見ないと思います。これ本当に珍しい一本ですね。 そして次がこちらです。はい、フランスのウールパンツですね。これはですね、もう皆さんご存知の50年代のフランスのパンツといえば M521 のですね、そのディテールがほぼウールパンツに反映されたようなパンツになってます、うん、2タックで、ポケットバックポケットも2つ入ってますし、はい、まあ、サスペンダーボタンもついてます。これに関してはこれも50年代でしょう、おそらく年代的な50年代とかそこら辺のアイテムだと思います。これ36というサイズ、まあ、このタグを見てもそうですね。おそらくシルエットも52よりじゃないですかね。結構、うん、テーパードが効いた本物もあり、太めで裾にかけてちょっとシュッといくライン、これ合わせやすいと思いますよ、はい、もうチノパンのウールバージョンと思ってもらったら、はい、これは絶対いいはず、間違いないです、はい、そして先ほどお伝えしたウールの鳥行ってみましょうか。ちょっと、はい、ウールの3連チャンの鳥を務めます、こちら。これもね、完全に初見で全然最初見た時どこの何か分かりませんでした。これがおそらくなんですけど、フランスのプリズナーウールジャケットです、はい、フランスのプリズナーってなんか自分あんま馴染みがなかったんで、けどこのデザインはなんかすごいビビッときましたね。これこのショート丈で身幅広めで、フロント4つボタンにウエストに、あのウエストにこのベルトですよね、うん、あのイギリスのグリーンデニムのウール版みたいな感じです、パッと見、はい、これおそらく着たらめちゃくちゃかっこいいんじゃないかなと、もうすごい期待値膨らませてます今、はい、これちょっと中村サイズあるといいな。これめちゃくちゃかっこいいはずですよ、これバシッと決まれば、はい、じゃあこれ一押しです。これフランスのプリズナーウールジャケット覚えててください。はい、はい、ということで今回の瓶の超大目玉ですと言いますのも、見てください、これこれですね、まあパッと見で分かる方もいらっしゃるかと思いますけど、イギリスのグリーンデニムです。このねショート丈の身幅太めのシルエットでピンとお気づきになる方も多いと思います。もう最近ずっとうちでも完売中でなかなか入荷なかったんですけど、見てくださいこの量、ここの3パレットと別でこちらに山があって、なんと今回約700枚入荷しました。とんでもないボリュームです、これ物量です。でこのタグがですね、まあ、ご存知のもうイギリスの古いものといえばこのタグで、まあ、今回も50年代とか55年ですね、これ でブロードアローと、もうおなじみのヴィンテージライクなこのタグがやっぱ雰囲気を演出します。で見てください、こっちこう回るとですよ、ちょっと今何枚か検品してサイズ分けたんで、これでサイズ7だけでこの山です。なんと見てください、これもう中村の身長ぐらいのグリーンデニムの山、こんなのなかなか見れないですね、うん、世界中どこを見てもやばいですこれ。なのでこちらも今全部欠品中なので、再入荷、検品してですねサイズ分けてお届けしたいと思いますので、お楽しみに。はい、ということでちょっと何枚か検品したんですけど、ちょっとイレギュラーが起きました。まあまあ海外入荷あるあるですけど、これですね、さっきパッと見てあれないぞと。はい、鈴木です。すいません、ちょっとですね、自分の方でも解説をさせていただきます。これですね、実際その半世紀以上前の、貴重なですねヴィンテージの、グリーンデニムジャケットがですね約700枚と、デッドストックのコンディションで、入荷をしております。でなぜですねこんなに貴重な、ヴィンテージのアイテムがこれだけまとまったかつ入荷したかと言いますとですね、これですね、やはり、入荷した通り、付属品がすべてついていません。でこれはですね、おそらく製造の途中の段階、そのボタンだったりとか、バックルがですね、すべて、付け終わる前の状態で、実際ですね製品としてなり得なかったものとして、長期間ですね未だにこの現代においてずっとこの状態で、保管されていたんじゃないかなというふうに思われます。ですのでですね、このボタンだったりとかバックルっていうのを、うちの方でですねしっかりしたものを作り上げて、これを再生させるというような形で、まあ、ワイパーインクとですねこのヴィンテージのハイブリッドというような、アイテムとしてですね生まれ変わらせたいと思います。妥協のないものを作っていきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。はい、アーミーセットパーカー来ました。 L サイズです。これね、いくつか見たんですよ。結構もう状態が激しいですね、悪いやつといいやつの差が。ね、ジッパーの取っ手がないやつとかもあったから、まあ汚れは仕方ないにしても、ちょっとリジェクト品がちょっと割合が多くなるかもしれないですけど、まあまさに今ですね、こういうもうトレーニングパンツに T シャツにちょっと寒いなぐらいの時に羽織ると
こんな感じで意外といいと思います。まあこれに関してはね、もうちょっと状態綺麗なやつはなかなか入手困難になってるんで、こういう多少の汚れはもうちょっとご了承くださいって思いました、さっき箱見て、結構汚れてるものも目立つけど、まあまあ雰囲気はいいんでありかなと思います。なんかラフに着れそうですね。そうね、あのイメージ中年のかっこいいサーファーの人が、サーフィン上がりにさらっと羽織ってもらうとなんかかっこいいなと思います。まあ説明不要でしょ、ど定番ですから、おすすめです。はい、ということでこちら初見の US ネイビー、アメリカ海軍のサマージャンパーですね。これちょっとさっきスタッフと話してたら、どうやらUS ネイビーのグランドクルーですね、パイロット系で使うようなグランドクルーのユニフォームらしいです。まあ納得ですね、目視されやすいんで。これはけどなかなかのパンチですね。そうですね、あちゃーですねブルースリーっぽいって言われたんで確かに。でこれ今、まあ、見る限り L しかなかった、ほとんど L サイズだと思います。こうやって着丈がちょっと長いんで、自分はバランスが悪いから中に折り曲げてインナーの T シャツがちょっと見えるようにして、こういう感じでしたら、もうけどなんか意外と可愛いなと思いました、最初あれこれ無理だろうと思ったんですけど、なんか合わせたらなんか個性派キャラで、なんかいいんじゃないですか。人と被るのが嫌な人はすげえこの個性出せますよこれ、しかもこのめったに見ないですから、この初めての初見で、おそらく今後もないんじゃないかなと思うような変わり種なんで、いいと思います。スウェーデン M59 コート、はい、戸高が着てみました、はい、サイズは何サイズですか。サイズは56サイズです。すごい、まあスウェーデンの56といえば結構大きいんですけど、やっぱ結構大きいですね。戸高の身長を持ってすればこうやって見事に着こなせます。割と結構オーバーサイズ気味で着てもいいですね、やっぱそれはこうダボってきた方がやっぱ可愛いよな今は、はい、まあ、そのパンツはその色とやっぱ大きめのポケットがアクセントになってます、うんうんうん、いいですね。で今回あのライナーとセットで入荷してるんですけど、結構リクエストでライナーだけ欲しい人、シェルだけ欲しい人がいたから、今回から別々でセパレートして売ります。なんで価格もその分お求めやすいから、ちょっとお楽しみにお待ちください、はい、これもスウェーデンといえばのやっぱ M90、M59 はもう名作でしょうから、はい、探してる方も多いと思いますんで、はい、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、よろしくお願いします、はい、はい、はい、来ました、フランスのウールプリズナージャケットです、はい、初見の新ネタ、やっぱね動画でお伝えしたようにやっぱさっき着たイギリスのグリーンデニムとちょっとディテールが近いです ね、 そうですね、ディテールというかシルエットだったり丈感、身幅、はい、なんかさっきのウールバージョンみたいな。そうですね、そうです、なんでこれも結構年代は古いと思いますんで、うちの47前期のリプロに合わせてフランスで、まあ、足元はイギリスのオイスターシューズですけど、ちょっとめちゃくちゃ暑いんですけどタイドアップスタイルで合わせてみました。いやでもバランスいいですね、ね、これはね気合い入れました。なぜかというと今回グリーンデニムの次に中村個人的に一押しはこのフランスのウールプリズナーです。これかっこいいですよ。かっこいいですね、なかなかこの色味のウールで、まあ、しかもこれフランスのプリズナーって俺初めて聞いたんで、自分はこれはちょっと魅力的な1枚ですね。中村で4のサイズを着てます。ほぼほぼ確か5と4のサイズがメインで入ってきてると思いますので参考になればと思います。これめっちゃいいです。はい、ということで今回はこうじゃなくてこっちです、フランスの52のウールパンツですね、はい、36のサイズを履いてみました。もうご存知521のザウールバージョンです。ここ2タックバージョン、1タックもあったんですけど自分が履いてるのは2タックで、サスペンダーボタンがついてるんで、まあウールパンツだからサスペンダーで通じて可愛いと思いますこのパターン。サイズが36なんでちょっとオーバーサイズ気味なんで、ロールアップ4回ぐらいしてますけど、まあけど雰囲気いいですよやっぱり。いいですね、ね、でこれでグリーンデニムで合わせてタイドアップのまんま決めましたけど、うん、なんか、うん、絶対いいと思います、間違いないですね。色はバラックパンツみたいな。そうですね、渋い色味で、うん、いいユーロヴィンテージスタイルって感じです。そうですね、まあけど秋冬にはめっちゃいいおすすめのスタイルだと思います、うん、この合わせ、はい、うん、これね同じく50年代のオランダ軍のウールパンツです。イギリスの P1960 と似てますねっていう、この前のポケットと膝元のポケットけどサイドポケットもあります。これねやっぱいいっすよ。さっきフランスの5人履きましたけど、パッと見ウールパンツで同じカテゴリーなんですが、こっちのディテールはね
やっぱさっきのは521のザ・ベーシックだったんですけど、こっちのディテール結構凝ってるじゃないですか、はい、で中村はちょっとこれ、46の4分の1ってサイズ入ってるんですけど、裾ロールアップしちゃってますけど、もし裾がちょうどいい人はこの47みたいにフラップがついてるんですね、ここで絞って履くこともできるんで、まあいろんな履き方ができるかなと、綺麗にサイズ合わせれば。でやっぱこのオランダのこのウールパンツって全然マジで初見というか、聞いたことあんまなかったんで、デザインもイギリスっぽくて太さも太いんで、なんか個人的にはすごい気に入りました。なんかそんな三国のハイブリッド、ね、そうなんですよ。なんかいいこと言うようになったね。戸高もやっぱ回数重ねたからちょっと腕が上がってきてますね。はい。でさっきのフランスのウールプリズナー、さっき4来たんですけど今回5来てます。でこの合わせでなんか、まあ、まあめちゃくちゃまた暑いですけど今ウールのセットアップなんで、うん、まあけどなんかいいと思います。タイドアップで合わせて、まあ上はヤンキースのキャップでちょっとらしさも出しながら、はい、このパンツまあ次はおそらくないかもしれないんで、めちゃくちゃお気に入りです。気に入りましたこれ、はい、おすすめです。はい、ということで一気に2つスタイル提案してます。まず上がオランダのヘリーボンツールのジャケットですね、シャツジャケットタイプのこちらと、パンツがフランスのオフィサーパンツ、おそらく音楽隊のものだと思います、パレードパンツ的なやつですね。2つ合わせてみました。オランダが8892のサイズです。でパンツが24のサイズを合わせてます。でこれ最初パッと見分からなかったんですけど、ウールです、素材が。だから今日フランスの52のウールとオランダのウールのパンツと、フランスの音楽隊のウールパンツ3本も履きました、はい、なかなか暑いです。正直、まあ、ただなんかめったに経験することないパンツなんで、まあなんか意外と可愛いなと思って、これもそうですね。今回珍しく全部ちょっとタイドアップスタイル気味で小切れに合わせてますんで、うん、けどこれやっぱいいですよ、オランダのこれが何だろうな、なんだかんだ一番おそらくプライス的にもスタイル合わせ的にも一番合わせやすいんじゃないですかね、これ。そうですね、まさに動画でお伝えしたように M43 のイメージなんですよ。 M43 の米軍の名作ご存知の方多いと思いますけど、ヘリン・ボン・ツイルのね、オランダバージョン、うんうん、シャツジャケですね、シャツというよりシャツジャケというのにこうやって合わせてもらうと、まあ、こういうオフィサーパンツの綺麗な合わせもいけますし、うん、結構カジュアルな感じのスタイルにもハマると思います。またオランダの名作が今回このヘリン・ボンでしょ、さっきのウールパンツ増えましたね。そうですね、まあやっぱさすがオランダっす。いやまあけどすごいこの合わせ個人的に気に入りました、はい、参考になればと思います。ぜひ。はい、ということでようやく夏らしい商材が来ました。めちゃくちゃ涼しいっす。フランスのリネンショーツ履きました、3のサイズです。やっぱもうもちろんリネンなんで夏に最適な素材ですし、まあ、521のショーツに近いですね、シルエットが太いですよ、かなり太めのシルエットなんで涼しく履けます。なんでまあちょっとあんまり、まあ、カジュアルにはなるんですけど、パラブーツとロトと合わせてみて、あまりストリートっぽくならないようにしてみましたけど、まあ可愛いんじゃないですかね。まあ、けどこれはもう説明の不要がないと思います。リネンのショーツ、ミリタリー好きの人だったらご存知の方も多いと思いますけども、ずっと市場には出回ってなかったんで、この入荷待ってたっていう方多いんじゃないですかね。まあ間違いない一本ですよ、この夏の時期には最高です、これ。はい、ということで今回の目玉ですね、イギリス軍のグリーンデニムジャケットを着てみました。まあ、動画でお届けしたように、今回バックルとボタンがついてない状態だったんで、まあ、ここ閉めれてないんですけど、まあ、雰囲気としては十分伝わると思います。でちなみにボタンに関してはちょっとアップデートで、うちがこれに合うボタンをオリジナルよりもかっこいいものをつけて、さらにかっこよくしようかなって考えてるんで、お楽しみに。まあ、けど8のサイズ来ました、中村。まあ結構オーバーサイズが主流なんで、いつもだったら6とかでも着れると思うんですけど、今回あえて8をオーバーサイズ気味、まあ G ジャンでいうファーストみたいな感覚で合わせてみましたけど、まあなんか同色で合わせてもこうやってショート丈だからインナーの色間に挟めば意外とありなんじゃないですかね。まあ、今回アップデートするっていう思い出の一枚になったんで、中野も買おうかなと今思ってます。で特にこのグリーンデニムはね、経年変化出すとちょっとどんぐらいに
色味が変わっていくかあんまり自分も見たことないんで、これのやれてるユーズドちょっと楽しみですね。その経年変化も。でもなんか白っぽくなるんですよね。なるんですかね。だったらなおさらこうオリーブのパンツとかに合わせても違和感ないからいいかもしれない。かっこいいですね。かっこいいですね、うん、おすすめです。はい、ということで今回の海外便のお届けになりました。いや今回は実はですね、これ2日間に分けてお届けしてるんです。初日ね、あのまま入金して、あの戸高中村そのまま検品をしたんですね、1日中、はい、グリーンデニムを760、800枚近く数えましたね、はい、そして2日目にスタイルテアを取りましたんで、連日猛暑の中、ウールの秋冬素材着倒しましたよ。いい思い出になりました。ただ今回すごかったです。マジで今回は初見で、しかも50年代とから50年代60年代のものが結構多かったんで、うん、今回の瓶は見応えありましたね。そうですね。イギリスのグリーンデニム、フランスのプリズナーウール、52ウールパンツ、オランダのウールパンツと、でオランダのヘリーボーンジャケットでしょ、でリネンショーツと、いやすごかったですよマジで。そうですね、なかなかのラインナップです。だって号泣コートとかこのアーミースウェットパーカーがちょっと脇役になるぐらいでしたもんね、うん、見応え十分でした。いや満足していただけたんじゃないですかね。今回の動画が良かったと思う方、ぜひ皆さんグッドボタン、今回多めに、連日のモーションの中やりましたんで甘めにお願いします。それではまた海外の、ミリタリーウェアハウスの動画でお会いできる日まで、バイバーイ。